スイカゲームでスイカを2個作るっていう目標があったんですけど、達成できませんでした。ちなみに1個も達成できない、1個も作れなかったので頑張りたいと思います。でも年末大晦日に桃鉄を始めたので、ちょっと桃鉄でも頑張りたいなって、今私のやるべきことを精一杯頑張りたいと思います。次の曲なんですけど、ちょっとお正月っぽいかなと思って、賑やかな明るい曲となってますので、一緒に楽しんで聴いてください。